レベルキャップを上げて使える武器を増やしていったり、いかなかったりでしょ。せやろうな。とりあえず俺は SV、ベータは SVD を極めて無双する。いや、どうせまた新しい武器がアンロックされたら浮気するから。いや、とりあえず SVD42 まで上げるよ。あ、ちょ、もう始まってる。ちょっと待って待って待って。俺もうロングボウでしか生きていけない体になってる。邪魔くさ、これ切れそう。リードしたぞ、この調子だ。あ、これ血ですか。お、てか、なんだこのサイト。できないんですけど。リスポン変わってる。え、マジで敵いないよ。いるって。ちょ、ズンダモンからあまり聞かれない音程の声が。なんだ今サイトが明らかにバグってる。ああなんだろうな、なんともいないサイトだな。お、今当てたよ。フィールドアップグレード、今俺は何を使ってるかよく分かってない。あ、貫通しねえ。それ死んでくれ、死んでくれ。おー、待って、 SVD 馬を。あったっけ MW、 どうだっけ。記憶から消えちゃってる。ブレる。あ、違う。あ、ちょっ、あ、ちょっ、もう。あの、弾薬とかさ、置かれてたから、弾薬を四角長押して拾おうとしたらね、武器の切り替えじゃなくてね。うん、最悪。くさ。ブーブーブーブレる。パートナーすぎ。パークで砂のスコープ揺れるの抑えてくれるの欲しいわ。アタッチメントでもいいんだけど。だっけな、そんなの。あのフラッシュライトみたいに AMG ブレ抑制するやつ。俺は3発キルにしてほしい。あー、ジャンプすんな。ちょっと当倍サイトじゃなくてスコープでジャンプされると。あ、毎回やれないです。なんかリスポン変わってそう。変わった。めっちゃ上から圧縮する。ピョーン。はい。射程短いな。ベータにはただの写真版で見た博物館マップのこと。ああはい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 。ロシア製の実在するリフレックスサイト。あ、なんか明らかにサイトの名前がロシア語っぽかったから、ね、もう当倍じゃないとさ、ジャンピングエネミーに勝てません。ジャンピングエネミージャンピングエネミーモデル的っていい。もうね、スコープついてるとね、そんなそれこそマウスパッド足りないなんだよ。ダイブ、あ、いいね。このダイブ絶対骨折れる。ダーイブ。なんでラグ、え、なんで、あ、ラグ。あれ、俺今ポルナレフの気持ちが分かった。俺も今日何回かポルナレフの気持ち分かってるから大丈夫だよ。なんかあ、死んでない。おー、うまい。死ぬの早いな、マジで、このゲーム。仲間強。俺一番して。トロフィーシステムあるし。うわお。
危なー。あー当たんねえ。リスポン変わってそう。リスポンの読みはシリーズが変わってもできるんだよな。チーデスのリスポンは簡単で。何？俺とみんなのリスポンしか今わかんないんだ。自宅だとコマンド変わったりするんですか？え、横スラ横ダイブ。なんだろう。いや、コマンドは同じなんだけど。あのモダン3のスネグリみたいなことをやろうとするとスライディング誤爆しまくってスネグリできません。サンキュートレイアウト。なんで反射なんだよどうしてあでもこのロシア製サイト結構いいな。初めてメガネをかけた時の感覚に近い。横スラダイブ。あ、失敗。この武器エイムしてる時のブレすごすぎて遠距離狙えたもんじゃねえ。はい。あーなんかリスポン変わってそう。そうか。あー変わってそうこれは。うん、ビーフオーエキスパート牛丼エキスパートか。俺本当に24キルもした。すげえキルしてる。ダグバドジェ。なんかシーナ MP5 濃いよね。どう見ても MP5 だだけど、あのプレイヤー層見た感じ PDW の方が大人気。あちなみにこういううざいエモートあるよはっ顔このもうちょっとロード早くしてくんねえかなSSD 格差とかあるじゃん。え知らんけど。ほら5秒でロード終わったぞ。キャンペーンは吹き替え再生、その後字幕ですよね。当たり目じゃん。うますぎ。あーもう倍率高すぎて当てれねっつーの。え新ライン強い？もしかして。あ強い。これ強いかもしれん。マジ？あちょっとそれやばい。わらら。強いです。あ強い。なんか PDW 使ってる人の方が割と見た気がしたから。うん、初期武器だから。重すぎやろ。あ、リロード。ああ、強いかも。強いかも。それやばい。ああ、強いかも。下手くそ。あれで聞こえねえよ。耳を澄ませ。 UAV だよ。いてえ。は？なんかリスポンが。あ、いや普通か。あーカウンターだ。UAV ここで出るのやめてくれます。ぶねー。下手くそー。ああくそ。監視ヘリさよなら。監視ヘリさよなら。
あ、いたな。飛び込みばっかりしやがって。ちょっとやばいかも。このマップの車線を理解していなさすぎる。車線結構多いんだよね。あっちょ下手すぎ。何に撃たれた今。わお。あ、それやばい。やべやべ。あ、死なない。仲間やった。あ、リスポンチか。ここドミネじゃなかったらまあいいわ。なんかさ、俺今回のベータさ、うん、のっぴらみチーデスが面白いと思ってんだよね。なんかドミネのマップなんかダメダメだしさ。ダメだね。リスポーンもエリアも切れ散らかしてるもん。切れ散らかしてチーデスが一番遊べるんじゃねえか。あー気持ちいい。今敵盾にしてハンドガン構えるやつやったわ。どうだった。やる意味あんの。うち当たんねえ。意味はねえかもしんねえけどかっこいいだろ。絶対意味ないやもん。敵ごと撃ち抜かれて終わりだよ。でもかっこいいから。下手くそー。おー、なんか うまいこと言ったな。え、このマップ普通にチーデス楽しいな。ドミネのシーポリスガチでクソだった。あれはクソだった。あ、リスポン変わった。あ、変わってない。チーレスはめっちゃキルできるな。わかる。しか、モッシュピットやめてほしい。普通に嫌いだから。これ、誰が得するモードなのこれ。人口分散させないための苦肉の策。ベータなんだからいいだろ、別に。あー、二人飛んだC9 強っ。あ、ちょ、それやばい。あっち。心配するな。誰にでもあることだ。リスポン変わったくらい。変わったくさいな。ドミネはあんなに変わらなかったのに。アンショウ。スカウトパルスを使う。いやこれ。早くとマジ当倍欲しい。スティッキーグレネードを投げる。わ。くっそ。あ、てか負けてんのこれ、マジで。負けてます。だ。そうすればいい。やる気があるなら反撃しろ。最悪、最悪、最悪。うわー、ちょっとマジで。なんかいっぱい死んだの。あ、うわー、めっちゃキルしたのに。ほんとだ。まあ、私です。ビッグボーイ。あ、これ、別に負けた方、勝った方関係ないんだよ。関係ない。横スライド使いこなしてるよ。あ、ビッグボーイだぞ。でもここに出ないっていうね。これシーズン進めばまたエモート祭りになるんだろうな。